はひょうたん島の博士。僕たちの住んでいるひょうたん島はとっても不思議な島。波に乗って風に吹かれて海の上をぷかぷか進むんだ。波をジャブ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 かき分けて、ジャブジャブジャブ。雲をスイ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 追い抜いて、スイスイスイ。ひょうたん島はどこへ行く、僕らを乗せてどこへ行く。丸い地球の水平線に何かがきっと待っている。苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、だけど僕らはくじけない。泣くのは嫌だ、笑っちゃおう。進めひょっこりひょうたん島、ひょっこりひょうたん島、ひょっこりひょうたん島。今度はどんなところへ着いたかな。弁当持って探検に出かけようっと。みんな元気に歌を歌ってハイキングみたいだ。うわぁ、お腹すいた。弁当食おうぜ。探検よし、朝ごはんにしよう。みんな揃ってるかな。あ、出席を取るよ。トラヒゲさん、州長さん、はいよ、プリン、はい、チャッピー、はい、ダンプ、はい、ナビさん、それからライオンくん。ゴモ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 。どうしたのライオンくん。ゴモゴモゴモ。あれ、いやいや、こずるいの。おい、ラクオのやつこっそり弁当食ってやがって。あれ、すいません、僕お腹減っちゃったもんですから我慢できなかったんです。まあいいや、じゃあご飯を食べよう。いただきます。では、いただきます。よよよ、あら、トラ兄ちゃん。なんだよ、首長、黙って食んなよ。いただきます。あ、誰か来るよ。ちまた邪魔しやがって。一体誰が来るんだよ。あら、犬だ。ワンワンがなんかほっとけ。トラ犬が弁当の残りもらいに来やがったに違いねえ。違うよ。え、何が違うんだよ、博士。ほら、こっちへやってくる犬たち、機関銃を担いでる。あら、大砲も。バズーカ砲も。え？ハップトゥー、ハップトゥー、ハップワン、ツー、ワン、ツー、ハップ、ワン。これがちゃっと、ヘイハイ、たまんじあいさん。これがちゃっと、ザッケン、ワンワンジアチャ。ヘッポンチュー、ヘッポンチュー。俺たちは悲しいニトヘイ、俺たちは哀れなニトヘイ。食事にありつくのが一番アウト。お風呂に入るのが一番アウトさ。たった一つ一番初めにやれ、ヘイハイ、ワンワンジアイさ。俺たちは残念、ワンワンジアイさ。ゴー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 。人間どもがいたぞ、捕まえろ。ワンワン部隊突撃。
犬のために働くんだぞ。嫌だこと。うるせえ、黙れ。ええ、ワンコ、ちょっと聞くが、犬のために働くとはどういうことだ。風呂番、留守番、お店番、いろんな番をして働け。いやなら、いつまでもこの牢屋に入ってろ。おい待て、犬コロ。いや、ドラ兄ちゃん。なんだよ、弟、首長よ。私たち、どうなるの？さあ、どうなるかね。一生犬の国で風呂番、留守番、店番して暮らすのかね。いやいや。もう俺、お母様にも会えないんだな。あ、お母様。お母さまったら、お母さま、お返事ちょうだい、お母さま。私はあなたの息子です。私が5つになったとき、あなたは私におっしゃった。恥をかかずに背中かけて、ドゥフフ、グスン。トラ兄ちゃんがそんな歌歌うから、わし心細くなったよ。怖い。これからどうなるの？博士、牢屋から逃げ出す方法を考えてくれよ。考えるのは博士の役目だぜ。どうしたら逃げ出せるかな。伊賀栗忍法帳虎の巻35ページによれば、伊賀栗忍法帳虎の巻35ページには空を飛んで逃げろって書いてあったけど、もしも僕に翼があったらな。こんなところに閉じ込められてなんかいるもんか。もしも僕に翼があったらな、空は僕のもの、高く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 飛ぶんだ。幸せの星を集めて、君と僕の胸に飾ろうよ。それは僕たちのワッペン。もしも僕に翼があったらな、空は僕のもの、早く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 飛ぶんだ。それは僕たちのハイウェイ。もしも僕に翼があったらな、閉じ込められてなんかいるもんか。こんなところに、もしも僕に翼があったらな。待てよ、飛ぶ。そうだ、翼
翼がなくてもすごく飛ぶものがある。のみだ。のみを使うんだ。のみ？うん、ライオンくん。ライオンくんはいつものみがたかっててかゆくてしょうがないって言ってたろ。憎いったらないんですよ。人間の皆さんの血は嫌いだとか言って僕にばっかりかかるんだ。あの僕の体のあっちをチクリこっちをチクリ、もうかゆくてかゆくて。それなんだよ。ライオンくんにたかっているのみをけしかけて犬どもにたからせるんだ。なるほど。犬どもかゆがってきっと降参するよ。あ、そいつはいい考えだな。僕ものみが犬の体の方へお引っ越ししてくれれば助かっちゃう。だがな、博士。なんです、ダンディさん。のみが承知するかな。うん、のみくんに相談してみよう。のみくん、僕の体にたかってるのみくん、出てこいよ。なに、なんですか。やあ、のみくん、うんとごちそう食べさせてやろうか。うわー、ほんと。うん、犬に食いつくんだ。犬好き。じゃあ、のみくんたちに作戦を授けてやるよ。うんうん、かっこいいぞ。やい、博士、海賊トラヒゲ様を差し置いてのみに頼み込むたんなな何事だよ。だってトラさん、大丈夫？大丈夫だ、何事だ。知ってる人はまたかと思うだろうが、知らねえ人はよく聞け。ハハハハ、俺は海賊。海賊トラヒゲ。ピピ。七つの組を股にかける海賊トラヒゲとは俺のこと。海だけじゃない、川にも癒したぜ。ピピ。百と三つの世界の川を巡り歩いた。骨と川じゃない、海と川の男トラヒゲサマーデイ。行くぞ。お待ちな、俺も行くぜ。シカゴじゃマシンガンダンディーといや、チートは知られたピストルの使い手よ。その俺がこんなピンチに指をしゃぶって見ていたとあっちゃ、亡くなられた先代のボスに申し訳が立たねえ。まあまあまあ、ほんとかっこのいいこと。わしトラ兄ちゃんの義理の弟やめてダンディーの義理のベビーちゃんになろうかしら。あらちきしょう。行くぜ。飲みども、ついてこい。突撃！うわあ！マシンガンダンディの早打ちを見ろ。今だ、のみども。かかれー！かかれー！うへぇー！のみ嫌い！あっちげ！やばー！かゆいよ！やれやれ！のみ、えんどすな。この町は飲みねえ、飲みねえ。しっぽかゆいよ、おへそかゆい。ガンガンガン。バンザイ。犬が飲みに追っかけるってどんどん逃げていくぜ。いい気味だこと。私たち助かったのよ。気の毒な犬め。でもおかげさまで僕は飲みを追っ払ってせいせいしましたよ。今度から体をきれいに洗っておかなきゃダメよ、ライオンさん。いやいや、でもよ、俺たちが助かったのはライコンが汚くしてて飲みがたかっていたおかげだぜ。ほんとそうよ、ライオンさん。これからもうんと汚くして飲みをたからせていてよね。きれいにしろと言ったり汚い方がいいと言ったり、もうどっちにすればいいんだろう、僕は迷っちゃうな。よし、それじゃみんなでゆっくりお弁当食べようよ。